はい、皆さん毎度毎度。男性美容師とね、女性美容師比べてたらね、まあ、ずっと仕事続けていくとね、まあ、女性美容師の方が先におばちゃんがよく来るようになるよね。おばちゃんが来るようになるとね、やっぱりパーマかけてっていうのが多いんだよね。やっぱり嫌でもパーマかけてるっつうの、嫌いでもパーマかけざるを得ないっつうの、で逃げるわけいかないからね、商売やってるとね。そうするとね、やっぱり女性美容師の方が先にねパーマ上手くなっちゃうってのおばちゃんパーマね、何回も何回も失敗しながらね、前回緩かったとかってクレーム言われながらね。男性美容師の方はね、意外と若いお客様が多かったりするよね。おしゃれ染めとかね、ボブ系のシャギーカットとかね、そんなのばっかりやっててね、意外とおばちゃんっていうのがね、来ない店っぽくなっちゃうんだよね。そうするといい年かっこいいて、ほんと50ぐらいになってからね、50近くなってからね、おばちゃんがねパーマかけてって、あそこの先生ベテランだからパーマかけてなんて来た時にね、パーマかけるスキルがないっていうの、経験不足でね。そうするともう本当にこうなんていうの、逃げたくなっちゃう。で今日は予約いっぱいだからパーマかけられないとか言って逃げてってしまう。でもね、引くに引けないでかけてね、やっぱり若い人の感覚でね、太めで巻いて失敗する。そんなことやってるとね、やっぱりおばあちゃん美容室の方がねパーマかける回数が多いのかな。嫌でもかけさせられてるっていうのをお客様に、やっぱり上手くなっちゃうね、上手くなりやすいね、女の先生の方がね。とにかく理屈なんか抜きだよね科学のことも抜き、とにかく経験だけでもう積み上げてきて、なんとなくこんなんでこうでね、細めで巻いてって、でだんだん細めになったりね、太めで巻くと取れるのをね徐々に学習してってね、で気がついた頃にはパーマ上手くなっちゃってんだよね。本当にね、見事なおばちゃんパーマ、細めで巻くねそれを自然に学習してんだよね。だから若いね男性美容師がね、そういうパーマ見るとね、あそこのおばさんは細いんでチリチリにかけるとかなんかね、指差して笑われるっつうの、おばちゃんパーマ巻いてたりするとね、見ろよあそこんちのおばちゃんパーマあんな細いんでかけてらとか言ってね、いや実際どっちが笑われてるっつうのね、全くね、どっちが分かってねえんだよとね、本当に若い人に言わせるとね、太いんでかっこよく巻くのがパーマだよとね、それで言う人もまだいいよ、それ言うだけ、もうパーマって聞いただけで逃げて、裸足で逃げてっちゃうやつもいるんだからね。まあでもね、パーマね、まあこちらのお客様はね、1年で3、4回かけてからね、もう慣れたもんでね、鼻歌混じりでね、あらよってんでかけてるけどね、初めて来られるとやっぱ緊張するね、怖いねパーマってのはね、危険を伴う施術だからね、一歩間違えたらかかりすぎてしまう。やっぱりかかりすぎる寸前のセッティングの方が綺麗にかかるかね、安全策で緩め取るとあんまりいいパーマじゃないんだよね。だったらね、危険ギリギリ、もうこれ以上やったら強くかかりすぎんだろうとか、もうこれ以上やったらやばいっていうの、これ以上細く負けねえだろうとかね、これ以上強い薬は使えねえよとかね、なんかギリギリでやった方がなんかいいような気すんね。安全策でね、怖い怖いってんで弱い薬使う、いやここまで弱い薬は大丈夫だろうって、そういうのもないと思うけどね。で巻くのもね、いやーかかりすぎると怖いからこんだけ太くしとこうとか、そうやって安全策取るとかえって失敗するかもしんないね。なんか今までの経験から、もうギリギリがなんかギリギリでやって、もう恐怖のギリギリでかけてんのか、なんか綺麗なパーマになるかな、短時間でさっといった方がね。はい、お疲れ様でした。